こんにちは、アンティークテーブルウェアの瀬野道隆です。今日のこの動画ではオールドノリタクのティーポット、こちらですね、こちらの商品について解説をしていきます。オールドノリタクなんですけど、日本のメーカーで今でも現存するメーカーになります。で、ノリタクの中でも古いノリタクのことをオールドノリタクというふうに言っていますね。で、こちらはティーポットになります。高さがですね、だいたい15センチ、こちらが15センチの定規なんですけど、これと同じ高さの15センチで、まあちょっと1センチぐらい高いかなというところで16センチぐらいになっております。でですね、こちらののりたけのポットなんですけど、普通のポットはだいたいこの持ち手の部分ですね、この部分とか、あとこの縁の部分、この縁の部分とかってだいたい金彩が擦れてるんですよね。で、まあ、この持ち手の部分とかもほとんど金彩が残ってないっていうのが多いんですけど、まあ、この持ち手の部分はですね、ちょっとすれがあったりするんですけど、この縁とこの持ち手の部分、まあ、本体の持ち手の部分ですね、まあ、もうほとんどすれがない、とても素晴らしい状態になっています。まあ、ここにちょっと一瞬、まあ、一箇所ちょっとすれがありますけど、とてもいい状態ですね。で、裏にはもちろんオールドノリタクのマークが入っているというふうになっています。で、こちらのノリタクのポットなんですけど、見ていただきたい部分っていうのはこのピンクの小窓、ピンクローズが描かれている小窓ですね、この小窓が、まあ、あるところっていうところですね。あとはこのジュエルが入っているところになります。あ、これですね、この下のこのジュエルの部分がこのノリタケのティーポットの魅力の一つになってますね。で、このように蓋のところにもジュエルが描かれてる、描かれてるか、ジュエルが埋め込まれてるんですよね、ターコイズで。そのターコイズの縁を金彩が囲ってあるので、とても高級感があり、さらに可愛らしい商品というふうになっています。で、このノリタケのティーポットなんですけど、実際にどれぐらいの容量が入るのかってところが気になってくる部分だと思いますので、実際にどれぐらいの量が入るのかっていうのを今から見せていきますね。こちらは350ml 準備しているんですけど、まあ本当は 300ml ぐらいでいいと思います。300から 350ml と思っていただければ大丈夫です。それでですね、本当はノリタケのカップでお見せした方がいいんですけど、ノリタケのティーカップが全て売り切れてしまっているので、今日のこの動画ではこちらのマイセンのコーヒーカップ、こちらに入れてやっていきます。まあ、こちら兼用サイズで、だいたいコーヒーカップぐらいのサイズだと思っていただければ大丈夫です。まあ、高さが、まあ、6.5 センチですね、 6.5 センチの直径が8センチの商品になりますね。では入れていきます。まあ普通だったらポットってこうやってタラーと落ちてくるんですけど、やっぱりノリタケでしっかり作ってあるので垂れてくることもないですね。まあ、傾けすぎるともう蓋がポロッと落ちてくるので、2杯目の時には押さえてあげるようにしてください。まあ、これ少し残ってるぐらいですね。なので大体 300mg と思っていただければ分かりやすいかなというふうに思いますね。まあ、こんな感じでもう結構満タンに入っています。こっちも満タンですね。ノリタケのカップなんですけど、ノリタケのカップだったら多分4杯ぐらいはいけると思います。まあ、デミタスになってくるのでですね。なので、まあ、お客さんがいらした時に、まあ、2人だったらこのぐらいのサイズで、まあ、4人とか来る場合はデミタスのカップで並べていただければちょうどいいのかなというふうに思いますね。ということで、今日はこのオールドノリタケのピンクのジュエルのついたティーポットについての解説をさせていただきました。私の YouTube の動画では他にもいろんな商品を紹介していますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。